デュアン・ジョーンズはアメリカ合衆国の俳優。アフリカ系アメリカ人。ジョージ・エロメロ監督のゾンビ映画、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドの主人公、連役で知られる。ニューヨーク州ニューヨークに生まれる。高校卒業後、パリへ渡り、ソルボンヌ大学に入学。卒業後は、ニューヨークへ戻り演技を研究していた。そして1968年に、 ナイト・オブ・ザ・リビング・レッドの主役に抜擢された。黒人であったジョーンズが起用されたのは驚きがあったとされている。この作品に出演後、映画出演も続けながらもアメリカン・アカデミー・オブ・ドラマティック・アーツで講師として演技を教えていた。また、芸術と文化の発展のため、リチャード・アレン・センター劇場のエグゼクティブディレクターも務めた。晩年は、 オールドウェストベリーのニューヨーク州立大学で演劇学の教授として更新の指導に尽力する。その後に設立されたデュエイン、エル・ジョーンズ・リサイタルホールはジョーンズの名にちなんだものである。1988年、心不全のために51歳で死去。ありがとうございます。